プログラミング言語の基礎理論シリーズ。今回はですね、その第1章、プログラミング言語のモデル、その第1回代表的な計算モデルです。内容に入る前にですね、望ましい予備知識、すなわちその講義ですから、予備知識というのが仮定せざるを得ないということで、プレイリクイジットというやつですね。で、本シリーズはですね、プログラミング言語の基礎理論に関する大学院レベルの専門講義だと思います。ただしですね、その全体の紹介で申し上げたように、学部生でも誰でもですね、理解できる構成を心がけているということですね。で、ただしですね、学習の理解の前提としてですね、プログラミング言語に関する理解、すなわちですね、プログラミング言語が表現する計算、さらに計算機、あるいはプログラムとは何か、これらの本質をですね、理解しておくのが当然望ましいわけですね。で、これらの理解や理解の確認のためにですね、以下のビデオ教材が参考になると思います。で、まず第1番目はですね、計算機システム概論。この第2回から5回、ここでですね、計算機システムの動作原理というのを扱っています。で、あとはですね、コンパイラー原理と構造、この第2回、これでですね、プログラミング言語の構造と原理というものが全体として説明されています。さらにですね、情報の表現と計算の原理、これは高校生向け、あるいはですね、大学に入ったばかりの教養課程向けの解説と、そういう位置づけで、非常にインフォーマルな、従って気楽に聞いていただく内容なんですが、これらの中でですね、その計算とか計算機、さらにプログラムというのがきちんと理解できるような内容を含んでいますので、ご参考になさってください。ではですね、このシリーズのこの第1章、プログラミング言語のモデルの内容、目次的なものを紹介しておきます。このですね、第1章の内容は、本シリーズ、すなわちこのプログラミング言語の基礎理論、これは多岐にわたる内容を含んでいます。で、しかもですね、中にはかなり高度な内容も含まれているので、その学習の準備という、そういう位置づけになっています。で、最初の回、今回ですが、これがですね、計算モデルの必要性と代表的な計算モデル、これに関して説明を行います。次にですね、第2回でですね、基礎的な集合の扱い、集合に関する記法、これを復習します。その厳密な扱いはですね、つまりプログラミング言語の基礎理論を展開するにはですね、数学的な記法、数学的な概念、これを使わざるを得ない、使わざるを得ないというか、それ以外にですね、それよりも優れた表記システムというのは現在のところありません。そこでですね、その数学的な記法なんですが、この基本中の基本はですね、集合ですね、集合に関する扱い。で、ここではですね、その厳密な、例えばその集合、数学基礎論的な、非常に厳密で抽象的な集合論を展開すると、そういうことではありません。で、素朴な、集合の概念から出発して、集合の演算等をきちんと理解する。で、集合の演算が理解できれば、関数や関係などをですね、きちんと理解することができます。で、これはですね、教科書の内容に加えて、集合の扱いに関する基礎的な内容を補足する予定です。で、その後でですね、その教科書では、この言語の文法構造の定義、このセクション、この章、あ、セ、章というか節が続きます。で、この部分はですね、すでに配布済みのビデオ教材、配信済みのビデオ教材、型推論特別講義、この型推論特別講義の最初の部分、すなわちですね、第2回、言語の機能的な定義、第3回、機能法による証明と機能原理、インダクションプリンシプルというやつですね。第4回、自由に生成された集合と再帰的関数。これらの基礎的な事項を復習し、基本的な定理などを証明しています。で、これはですね、このプログラミング言語の基礎理論をきちんと理解する上で必須です。したがって、これはこの先に進む前にですね、必ず履修しておかれることを強くお勧めします。で、ですから、この内容はですね、このシリーズ、プログラミング言語のモデルには含まれていません。で、この、えーっとですね、この、
この参照、まあその再生リストの中でこれらの参照も含めるようなそういう再生リストを構成する予定です。で、これを学習するということ、これがまあプレリクイジットですね。必須の前提となる知識です。で、次にですね、型なしラムダ計算。これをですね、計算モデルとしてのラムダ計算として展開します。以上がですね、そのプログラミング言語のモデルの内容ですね。ですからこれはまあ、この部分は1回では終わらないと思うので、まあ、ですね、この部分はすでに配信済みですから、まあ、4回ぐらいですかね、の内容になっていると、そういう予定です。それでは内容に入りましょう。プログラミング言語のモデル。近代的なプログラミング言語の主な役割はですね、まあ、全体の説明で申し上げた通り、当然ながら実行可能な計算の技術、これは当然なわけですね。ここまでは皆さん当然のことと理解していると思うんですが、もう一つ重要な役割としてはですね、ソフトウェアの論理構造の高水準な技術、すなわちですね、ソフトウェアは非常に大規模な、まあ、論理体系とみなすことができます。で、それをきちんと記述するというのがですね、記述する、まあ、抽象的な枠組みやですね、いろいろな道具、構造化の道具を与えると。これがプログラミング言語の、まあ、より重要な役割。当然、その実行可能な計算は当たり前なんですが、それに加えて、論理構造の高水準な記述をすると。この2つだと思われます。そこでですね、実行可能な計算、これは計算機そのもの、すなわちですね、フォン・ノイマン蓄積機械、これは私がまあ使っているまあ用語なんですが、これは一般的に確立した用語かどうかは分かりません。で、このように抽象化したモデル、フォン・ノイマン蓄積機械、これをご存じない方はですね、もちろんですね、フォン・ノイマン・アーキテクチャーというような言葉はですね、非常に、流布しているので聞いたことがあると思います。で、それに関して、まあ、ある理解をしていると思うんですが、それがですね、例えばその、当時のその基礎となったチューリング機械に比べてどのような革新的なものを達成しているか、で、その本質は何かというようなことをですね、もし曖昧であればですね、この計算機システム概論の第6回、ここをぜひご覧ください。で、フォン・ノイマン蓄積機械、これで記述できるわけですね、当然ながら。ですがですね、このまあフォン・ノイマン蓄積機械、これはレジスターマシンのような、そういう今使われている、計算機の抽象的なモデルと見ることができるんですが、そのモデルを直接使うのではですね、ソフトウェアの高水準な記述にはですね、適しているとは言えないわけですね。そこでですね、高水準な論理構造の記述の道具、これは伝統的には数学ですね。で、それから論理学なんですが、両者ともですね、それ自身はですね、実行可能な計算の記述の条件を満たさないという、そういう側面があります。で、ですね、数学や論理学が、まあ、実行可能な計算の、まあ、性質を持たないという、念のため確認してみましょう。で、計算モデルの必要性と、こういうタイトルにしましたが、で、古典的な数学や論理学、まあ、古典的なというのはですね、ある意味、専門用語で、古典的な、まあ、通常論理学にかかる古典論理というような専門用語があります。ですから、これはその、伝統的なと読んでもよろしくて、まあそういうことですね。計算機科学などとは独立の純粋な数学、あるいは論理学、そうお考えになってよろしいと思います。この古典的なというのはですから、そのネガティブな意味を含んでいません。で、古典論理というような言葉があるようにですね、純粋な、まあ、論理学、論理記述の枠組みと、そういう意味ですね。そういう数学や論理学の記述はですね、実行可能とは限らない。まあ当たり前なんですが、確認してみましょう。で、この実行可能というのは別な、まあ、その専門用語で言うと、構成的という言葉が使われる場合がよくあります。構成的、コンストラクティブ、構成的、まあこれらに関する話題はですね、別な論理学とプログラムに関する関係という、そういう講義を計画をしていますので、そちらに譲ることにします。で、例えば数学、関数の例、
こんな、トリビアルなというか簡単な関数を考えてみましょう。2つ引数を取ると large x、 これは集合で small x、 これは要素ですね。でここではですね、全体集合を自然数全体と取ることにします。具体的にした方がよろしいので、自然数全体の集合を全体集合とすると、この x というのは自然数の任意の部分集合、x はですね任意の1個の自然数ということになって、この関数はこの x、 スモール x が large x に含まれている、メンバーである場合1を返す、そうでなければ0を返す、トリビアルな、数学的にはですねトリビアルな関数ですね。ですからこの f の存在は疑えない、当たり前ですね。しかしですね、こんなトリビアルで簡単な関数でもですね、この f を計算するプログラムは存在しえないということを簡単な議論で、その確認することができます。教科書にそのリズニングが載っていますが、例えばですね、これ x、 large x を固定します。そうすると一つの関数が決まりますね。その関数は x をいろいろ、 small x をいろいろ変えると、 x が属するメンバーによって1か0を返すという、そういう関数が得られる。 x を一つ固定するとですね、したがってこの2引数関数はですね、その x を固定することによって、それぞれの自然数の部分集合 large x について、例えば f of x という特別な関数を生成する、含んでいると見ることができます。でそういう関数、いくつあるかというとですね、簡単な議論によって、簡単ではないかもしれません。興味があるかもしれないので、もしかするとこの点は次回補足するかもしれませんが、そのような f large x という関数はいくつあるか、これは加算無限を超えるんですね。ところがですね、世の中にあるすべてのプログラム全体というのは決して加算無限を超えることができません。なぜかというとですね、プログラムは文字で書くものなんですね。したがって文字列の集合ですから、文字列の集合というのは加算無限を超えないんですね。したがって加算無限個しかプログラムが存在しないのに、この x を固定して生成される、あるいはこの関数に含まれると言ってもよろしいんですが、そのような関数は、加算無限を超えるというものなので、ということでですね、 f を計算するプログラムは存在しえないというような洞察が得られます。論理式の場合、これもですね、トリビアルな例ですが、否定演算子、否定論理演算子というのが論理学にはありますね。そこでですね、例えば、P of X と、こういう述語があったとします。で、ある X について P of X であると、こういう命題を書き下したとします。で、この命題に対する否定を取ります。これは否定記号ですね。論理学的な否定を取る。そうするとですね、論理学的な法則によってですね、この命題、これを否定した命題は、すべての x について px ではないという、そういう命題になります。ということですね。そこでですね、この p of x を x の結果は誤りとするような記述と取るとですね、そんな記述は簡単に書くことができますね。そうするとですね、この論理式からですね、すべての入力で正しいプログラムの記述が立ちどころに得られることになるわけですね。しかし実際にそんなことはありえませんから、論理式そのものをですね、なんて言いますか、プログラムと考えることはできない。これも当たり前のことですが、そのようなことが洞察として確認できます。そこでですね、プログラミング言語の基礎理論の展開にはですね、実行可能な計算の記述、それから高水準な記述、この両方の性質を持った計算モデルが必要になります。そこでですね、計算モデルが必要なわけですが、あってプログラミング言語が基礎とする代表的な計算モデル、これをおさらいしてみましょう。最初のものがですね、手続き型計算モデル。これはですね、ほんのり満蓄時機械を基礎とする、直接基礎とするモデルですね。で、このモデルではですね、変更可能な変数、この変更可能な変数、すなわちですね、変数というのはこのモデルではですね、メモリー領域に付けられた名前になります。
で、この変数、変更可能な変数で状態を表現し、状態遷移を実行するプログラムはですね、状態遷移を実行することになります。で、プログラムの結果はですね、特定な変数領域に格納された値というこういうモデルですね。で、このモデルはですね、もちろんこのモデルで、プログラム言語はたくさん作られています。代表的には例えば C 言語などがこの手続き型計算モデルの代表的な言語とみなせると思います。で、このモデルもですね、そのもちろんですね、抽象的な記述が可能な言語を設計することができます。で、主な抽象的な機能やですね、その構造化の機構はですね、その状態遷移を実行する制御構造をうまく定義してですね、と、まあ、典型的にはループですね、それを使うと、そういうことになりますね。で、もう一つは論理型計算モデル。このモデルはですね、プログラムをですね、自動証明可能な論理式で表現するというモデルですね。で、プログラムの実行はですね、論理式の証明を探索することになります。で、証明が見つかったらですね、その証明の中で、インスタンシエートされた、まあ、値付けられた論理変数、この値、これがですね、プログラムの結果になります。で、このモデルもですね、もちろんそのいろいろなプログラミング言語が作られて、代表的にはプロローグですね。で、1980年代後半にですね、例えば日本でもですね、大規模なこの論理型計算モデルを推進するような、産学関連系プロジェクトが走った。で、世界的な影響を与えたというようなこと、まあ、ありましたね。で、まあ、そういうモデルですね。で、もう一つがですね、関数型計算モデル。これはですね、プログラムを計算可能な関数で表現するモデルになります。で、関数の値を求めることが計算の実行に対応する。ですから、この場合はですね、数学的に非常に分かりやすい、そういうモデルですね。で、ただしですね、このモデルでもですね、その特別な、まあ、定数関数を用意すればですね、更新可能な変数なども表現できるわけですね。したがって、その汎用のプログラミング言語のモデルとみなせるわけです。で、この関数型計算モデルはですね、その例えばこの型の分析などが非常にスムーズにできると、そういうような性質を持っていて、まあ、そういう意味でですね、よく使われる、まあ、理論研究でよく使われるモデルになっています。で、本書ではこのビデオは本書に基づく、ビデオですが、本書ではですね、関数型計算モデル、これを基礎にしてですね、プログラミング言語の基礎理論を展開する、そういうことになります。で、その関数型計算モデル、この理論を展開するためにはですね、その形式的な体系を定義しないといけないわけですね。で、その関数型計算モデルの形式的な体系にはですね、部分機能関数 partial recursive function とですね、ラムダ計算、ラムダカルキュラスの2つが代表的ですね。で、この中、2つの中でですね、ラムダ計算の方がですね、構文論的に定義されていて、関数というものを定義する機構が備わっている等の性質からですね、プログラムとの親和性が高く、したがってですね、プログラミング言語の基礎理論の研究に非常によく使用されているわけですね。で、このラムダ計算の体系はですね、大別して2つありますね。1つが型なしラムダ計算。で、ここではですね、この型なしラムダ計算をですね、まあ、そのある論理構造の記述とするシステムと捉えるのではなく、プログラムが表現する計算そのもののモデルと捉えることにします。で、もちろんですね、型なしラムダ計算をですね、その、まあ、その、に対してですね、いろいろなエクエーションを定義する、あるいはいろんな性質を調べると、そういうような学術分野ももちろんありますが、ここではですね、プログラムが表現する計算そのものと捉えると。で、もう一つの代別したものの、もう一つがですね、型付きラムダ計算と呼ばれる一連の体系があります。これがですね、型なしラムダ計算に種々の構造を型として導入した、そういうシステムです。で、一般にですね、プログラミング言語の設計の最も重要な部分はですね、プログラムの種々の要素間の関係を分析し、それらをきちんと、まあ、それらというか、それらの意味
まあ、評価規則などを規定するということがあるんですね。で、その多くはですね、型付きラムダ計算の型システムを通じて分析をしたり設計したりすることができるということをですがですね、ここまあそうですね、まあ1980年代ぐらいからの何十年かの研究開発で分かっているということだと思います。そこでですね、本ビデオ教材では型付きラムダ計算、特にその型システムの原理と性質を調べて、それを通じてプログラミング言語の原理を学ぶと、そういう構成をとります。以上がですね、本回のですね、内容です。で、次回はですね、数学的な準備に入ります。